先生、この前ツイッターですごい美味しそうなの作ってたじゃないですか。うん、あのいちご牛乳。うん、ちょっと僕も飲みたいんですけど、これ作っていただくことってできますか？めっちゃいいんすか、いいんすか。やった。材料は、はい、お願いします。いちご、いちご、いちご牛乳ですもんね。いちごワンパック、ワンパック、はい、綺麗ないちごですね。で、あとの材料は、まあ、はい、あとね、牛の砂糖、砂糖、牛乳、牛乳、あとの材料は後で説明します。後ですよ、はい、わかりました、はい、まずはね、はい、いちごを、はい、ヘタを取って、あ、ヘタを、ヘタを取っていきましょう。はい、ヘタごと入れると美味しくないですね。もちろんそうですね。ヘタを取るのは、最初にこのスプーンで、やった方が良いですね。でここに、まあ、砂糖と牛乳だけ入れて部員でもいいんですけれど、はい、ここにあのエバミルクという、はい、エバミルク、はい、エバミルクですか、はい、っていう、まあ、ものがありまして、ねまあ、見ての通り、まあ、濃縮ミルクって、まあ、書いてあると思うんですけど、はい、あのエバポレーションした、まあ、ミルクですよっていう意味でエバミルクですね。エバポレーションのエバですね、はい、はいはいはい、分かってる？全然分かってないです。濃縮ってことですか？はい、はい。で、まあ、これをちょっと開けてもらって、全部入れる必要はないので、まあ、適当にちょっと開けといてもらって、次にあのアスコルビン酸、はい、アスコルビン酸入れます。アスコルビン酸って何ですか？ビタミン C のことですね。あ、そうなんですね。まあ、足すことによって、まあ、当然ビタミン C が増えるんですけれどあの酸味の、あれ、いちごってどうしても酸味のピークがね、ちょっと鈍いんで、はいはいはい、そこになんかね、緩やかな酸味を足してあげると、はい、非常に美味しくなる。甘みも際立ち、はい、あの甘さも際立ち、はい、栄養価も増え、うん、栄養尽くしですね。あ、うん、それはいいですね、うん、ところで先生、あの、はい、なんですか、あ、これは普通にこう、これちょっとすいません、私使ったことが、こうやって、はい、あとはぐるぐる回してもらうと、ぐるぐる回す、何をですか、ここを、え、これを、はい、どっち向きですか、こっち向き、こっち向き、あ、すごい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 、え、ちょ、ここ驚くところじゃそうもなかったなんか僕あのこれしれっと渡されてマジでどうしたらいいか分かんなくてこれで、あ、そんなもんでガチュンと、はい、よいしょ、はい、あ、チーズ、あー、あー、負けちゃった、あー、あー、もうやっちゃった、まあはい、まあまあまあちゃんと洗ってあるんで、ね、はい、大丈夫です。で、エバミルクを、はい、あのそんなに多く入れなくて大丈夫です。あ、そうなんですか、なので本当はね、穴だけ少し開けて、あ、そうだったんですね。で、使ってしまえば良いかなと。はい、どれぐらいですか、もう。大体本当に大さじ3杯入れれば十分ですね。はいはいはい、まあ、あのみるみるしいのが好きな人はもうちょっと入れても、もうちょっと入れてもいいかなと。で、あとあの小さじの1杯分ぐらいの、はいはい、あの、まあ、アスコルビン酸を、アスコルビン酸をちょっと入れてあげる。はい、で、砂糖ですね。砂糖、砂糖ね、はい、少しね、ちょっと多めの方が多めで美味しい。あの酸味がやっぱ増やされてるので、うん、その分そうですね、甘みがね、少ないと、うん、本当にただの酸っぱいジュースになっちゃうので、はいはいはい、うん、砂糖ね、少しけの多く入れてもね、カロリーなんか変わんないからね、うん、そうだぞ美味しいものの方がね、大事ですからね。当たり前ですね、はい、で、牛乳、牛乳、ドバーッと、はい、おー、ちょうど、はい、はい、じゃあスイッチお願いします。わかりました、スイッチは前方ですね、はい、ちょっと押しっぱで、押しっぱで、じゃあ、はい、3、2、1、ゴー。おー、いいね。はい、はい、できました、できました。じゃあ、あとはコップに入れてちょっと飲みましょうかね。いただきましょう、はい、できましたね先生、うん、めっちゃ早かったですね。できました。あ、そう、イエー、飲んでいいですか？どうぞ。あ、では、せっかく、はい、ありがとうございます。じゃあ、いただきます。いただきます。ん飲みにくいいや、でも先生、うまいっす。どうやっても鼻にこれ、飲めないいや、武将いただきましたが、これ美味しいですね。粒感がたまらん。うん、美味しい、鼻いたうまいなぁ。エバミルクいいですね。うん先生おぉ、変なところでオチがついちゃいそうですあー、美味しいね。いや、全部飲めた。はい、もういただきました僕飲めないいやはい、チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまです。